はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。竜が如く5プレステ4リメイクです。一応キャバクラ編の、続きいきたいと思います。まだ大阪のほのか城ですね。いらっしゃいませ。会いに来てくれた？ ひょっとしてうちに惚れてもうたんとちゃう？ないわ。何頼む？おーい。すんません、うちももらっていただきます。乾杯。お疲れ様。あんな、最初の一社目の試験がもうすぐあんねん。え？もう採用試験始まる会社があるの？最近は早いんだね。一社目は東京のとことちゃうくて、大阪のテレビ局やねん。そうか。いきなり本命ってわけじゃないのか。それじゃ面接慣れしておくために。それが、そう気楽にできへんねん。え？どうして？うち、まだまだ東京弁あかんや。そしたら大阪の方が受かる見込みありそうやから、こっちも絶対落とせへんねん。それは重要か。そうか。それは重要だな。本番のつもりで臨まないと。うち、絶対本番でやらかしそうな気すんねん。やっぱり事前に他の会社受けといた方が良かったわ。いや。自信ないのはみんな同じだよ。とにかく本番までやれることをやるだけだって。まあ、それはそうなんやけど、今もう一個悩んでることがあんねん。なんだい？もうな、本命を大阪ローカルに絞って、東京弁の練習してる時間もそっちの準備に当てた方が変やないかって。それじゃあ。ローカル局なら受かるのか？それは、たく。ちょっと自惚れが過ぎるんじゃないか。自信と慢心は違う。そうやって油断してると失敗した時のダメージも大きいや。い。それだけじゃない。君はハードルを下げるつもりで自分の夢まで下げてしまっている。そんな夢、たとえ叶っても嬉しくないんじゃないか。そうやね。秋山さんが叱ってくれへんかったら、今までの努力全部自分で台無しにするとこやったわ。分かってくれたみたいだね。秋山さんは本音ぶつけてくれるから好きやわ。ほのかちゃん。何が？それじゃあ一番今欲しいものは？そんなん決まってるやん。お金。はいはい。プレゼントされるとしたらだよ。せやからお金。あのさ、いや、でも結局はそのもらったお金で何か買うわけでしょ。だったら初めからその何かをもらっても同じことじゃない？それがちゃうんやな。お金もらった後で、そのお金で何買おうか考えるのが楽しいんやないの。だいたい欲しいもの言うんは自分のお金で買うから、やっと手に入れたでって気すんのに、人からもろてしもたら変やん。
まあ理屈はわかるけど、それじゃあ自分のお金で買いたいものは何なのよ。それは秘密。やれやれ。なあなあ、秋山さんってお笑い好き？ああ好きだよ。深夜にやってるテレビとか結構見ちゃうんだよね。やっぱり。ん？やっぱり？秋山さんって話もおもろいし、間の取り方も上手やん。せやからきっとお笑いが好きなんちゃうかなって思ってて。変わった論理展開だね。え、そう？お笑い好きな人って話上手で人の話聞くのも上手やない？話下手な人はオチもなくダラダラ喋るし、変なとこでちゃちゃ入れてくるしで最悪や思うわ。なるほど、一理あるな。確かに話が上手い人間って芸人がネタを披露するときに一度頭の中で整理してから話してるから分かりやすいんだよね。そうそう、分かってるやん。それじゃあってことは君はお笑い好きなんだな。何、芸人のライブとか見に行くの？そらもう DVD とかも買うてるもん。そりゃ相当だね。なんでそんなにお笑いが好きなの？なんでって、おもろいからに。なるほど、実に単純明快だ。そういうのって理屈じゃないんだよね。なんかね、笑ってると幸せな気せえへん？お笑い見てると幸せになんねん。芸人さんはほんますごい思うわ。俺もだよ。君と同じだな。俺も君と話してると笑顔になるよ。ほんまに嬉しいわ。きっと客を笑顔にさせるっていうって意味ではお笑いもキャバクラも根っこは同じなんだ。せやんな。芸人の人とかきっと水商売したらすぐに人気出ると思うわ。そうか、そういう子をスカウトするのもありだな。話題だ。恋愛か、趣味、恋愛、ほのかのこと。あのさ、うちんこと？何でも聞いて聞いて。それじゃあ体のどこに自信がある？うちね、髪の毛に自信あんねんで。即答だね。めっちゃツヤツヤでサラサラやね。シャンプーの CM にも出れるくらいやで。それはちょっと触ってみたいな。今はガチガチに固めてるから触ってもようわからん思うで。うちの本気の髪の毛に触れるのはプライベートで会える人だけや。そうか。おっと、そりゃ羨ましい。今度お正月にお兄ちゃんがうちに帰ってくんねん。会うの久々やからめっちゃ楽しみな。仲がいいんだな。うちめっちゃブラコンやねん。お兄ちゃんが実家出てくときなんて泣いて引き止めたくらいやもん。まだ子供だな。いい加減お兄ちゃんと離れた、お兄ちゃん離れしたらどうだい？甘えん坊でもええやん。うち別に大人の女とか目指してへんし、背も小さいから妹キャラでええねん。自分のことを客観視できてるんだな。意図的にやってるんなら大したもんだ。ほんでな、うち実はお兄ちゃんに会うのちょっと怖いねん。ん？怖い？どうして？久々に会えるんだろう。それがな、お兄ちゃんうちに彼女連れてくる言うとんねん。それじゃあ未来の姉さんだな。仲良くなっとけよ。無理、そんなん絶対無理。え？なんでよ。うち仲良うできるはずないやん。なあ秋山さん、どうにかしてお兄ちゃん彼女と別れさせることできへんかな。
たく。いい加減諦めたら。そろそろお時間となりますが、ご延長で。恋愛か、突っ込んだ話。そういやさ、ちょっと気になることがあるんだけどさ。はい、なんなん？あのさ、触られると弱いところってどこ？ああ、うち首の周りがめっちゃ嫌やねん。ん？うなじとか？そうそう、めっちゃ敏感。満員電車乗ってる時とか、うなじにおっさんの鼻息とかかかるだけでもうゾゾーっとすんねん。なるほど。ああ、それは確かに嫌だな。お前やったら今も首の周りストールかなんかで隠しときたいくらいやねん。綺麗な形してるもったいないね。なんで？あの、ご機嫌だね。今日うちな、買い物したとき半額まで勉強してもらって。そうか。やるで、なんかコツでもあるの？何円やったら買うんやけどなとかちらつかせてみたり、ついでにこっちも買うからおまけしてとか。なるほど。人間心理をついたうまいやり方だ。駆け引きが上手なんだな。せやろ、大阪の女は賢いんやで。あのさ、買い物するときはいつも握ってるわけ？普通に買うても何もおもろないやろ。握って握って初めてこうたったでみたいな達成感が得られんねん。それじゃあ楽しんでるんだな。それじゃ店員ともすぐに仲良くなれるんじゃないのか？どっちか言うたら順序が逆やんな。え？逆？そうそう、負けてもらうために仲ようなっておくんや。この子可愛いから負けたげようかみたいな。か、女は恐ろしいね。何もしないにちょっとしてみましょうか。うちな、早口言葉が得意やねん。滑舌めっちゃええねん。ん？本当に？なんか嘘っぽいな。うちめっちゃやるで。それじゃあ、そんな言うならちょっとやってみ、見せて。ええー、で。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むぴょこぴょこ。どうや？まだまだだだだ。まだまだだだ。その程度なら俺でもできるぞ。ええー、ほんまですか？ほな、秋山さんやってみてくださいよ。東京特許許可局、東京特許…あ、間違えた。はい、時間切れ。ちょっと待った。ちょっとそんな、いきなり無理だよ。アナウンサーにはアドリブ能力も要求されるんです。しっかり準備しとかなあかんですよ。まいったな。グラスからやん。次何する？はーい。すんません。趣味なんか趣味。ああ、人間観察のやつか。あのさ、ちょっとこれパス飛ばします。前やったんで。なるほど。待ち合わせの時とか。それが、待っとるのもか。そしたら、なんであんなんと付き合ってんのみたいなブサメが来たりすんねん。じゃあおもろいねん。そうそう、あれは絶対遠行や犯罪やって友達と一緒に話したりすんねや。ちょっと待った。
そうそう、秋山さんに聞きたいことあったんや。なんだい？秋山さん、ハンドンって知ってる？知ってるよ。ああ。学校なんかで授業が午前中だけで終わる日のことでしょ。だいたい土曜日はそうだよね。それそれ。なんや、やっぱり知ってるんやな。それがどうかしたの？あんな、他のお客と話してた時にそのハンドンって言葉を聞いたんやけど、うちの通ってた学校土曜はずっと休みやったから。そうか。最近は週休2日制が普通なんだね。俺が子供の頃は毎週土曜日の授業があったよ。うちも大学は普通に土曜も講義あるし、昔からちゃんと塾通って勉強してたん。それやのにうちがハンドンなんか知らん言うたら、それだけでゆとりやなってバカにされたんよ。はいはい。それはひどいな。教育システム自体を比喩するのはともかく、個人を指して罵倒するなんて。その客の方こそどういう教育を受けてるんだ？うまいこと言うな。秋山さんが若い子に偏見ない人。そのお客な、ゆとり世代ってこと以外にも、うちが平成生まれってだけでバカにしたんやで。ほな豊島がついた方が良かったって思うわ。平成生まれか。最近じゃうちのお店にも面接来る子も平成生まればっかりだもんな。いや、時代は変わったよ。秋山さんも平成生まれはあかんの？さあね。年齢は気にしない。そんなの相手によりけりでしょ。そうやろ。うちも見た目や年で頭悪そうとか言われたないねん。これでも有名私立通ってんねんで。あのさ、結局年齢で女の子を選ぶような客はさ、数字しか見てないから、その子じゃなくても誰でもいいんだよ。そうそう、もっと内面を見てほしい思うわ。とはいえ、客のニーズに応えるのが応えるのがキャバクラだ。その客が君のことを嫌いと言うんなら仕方がない。縁がなかったと割り切った方がいい。そうやんな。うちはうちを大事にしてくれるお客にだけ笑顔を振りまくようにするわ。もうちょっと。そろそろお時間となりますが。延長し。ご延長で。あったわ。もう時間かかるんで恋愛か。さあ。ポノカちゃんの恋愛観に興味があるな。ちょっと聞かせてもらえるかい？何それ。どういうこと？あのさ、好きなデートコースは遊園地。あー、でも男の人と一緒に行くと面倒やから、デートではあんまり行きたないかも。あ、なんだそれ。なんで男と一緒だと面倒なの？男の人ってすぐどこ行こう、次はあれ乗ろう言うてやかましいやん。こっちはもっとベンチにでも座ってゆっくり雰囲気を味わってたいねん。なるほど。確かに男はジェットコースターとかそういうスリリングなのが好きだもんな。観覧車とか見てるだけだって苦手だな。せやろ。女の子とやったら行ってもええかな。なんか秋山さんと話してると調子狂うわ。あ、満タンになったらこの色になってくるんですね。このちょっと 赤の色に。秋山さん話おもろいからついつい聞き手役に回ってしまうことが多いねん。なんで？それが何かまずいわけ？うちほんまは自分が会話の主導権握ってへんと嫌やねん。そうか。ほんでな、自分の思う通りのオチに会話を持っていきたいねん。せやから途中で話に割り込まれたりそらされたりするのが嫌いやねん。え？あ、そうなの？知らずにどんどん割り込んじゃってたようなように思うけど。秋山さんの場合、話がおもろいからそれでも気にならへんのや。他の人やったら絶対そうはならへんもん。え？うちせっかちやから基本的に自分の思い通りにならへんとすぐイライラしてしまうね。
せやけど秋山さんと話してると逆に他人の思い通りに転がされるのも悪ないなって最近思い始めてるんや。どっちだ、あれどれや、他人の思い通りに殺されるのもあれだと最近思い始めています。それは言い過ぎでしょ、それは言い過ぎでしょ、いくら俺でも他人を思い通りなんてできないよ。ほんまに？そないなこと言うて油断させるんも計算のうちやったりせえへん。あのさ、深読みしすぎだよ、本当にそんなつもりないんだって。そうですか、ほなうちの考えすぎやったんか。なんかそれはそれで残念やな。なんだって？なんでよ、他人の思い通りになるのは嫌なんでしょ。だったらいいんじゃない。それは何何、ひょっとして俺にもっと振り回されたりとか考えてたりして。そんなわけない、秋山さんのアホ。まったく素直じゃないね。失敗、回答失敗しました。うちももらっていただきます。あ、いっぱいだったもん。これでもうとりあえず帰りましょうか、もういっぱいになったんで。あ、まあまあとりあえず最後話題戻る、何もしなく。うちなテーマパークめっちゃ好きやね。ほっといたら毎週行ってるくらい。よく飽きないね。そうは何度見てもええもんはええね。それに季節ごとに新しいアトラクションやってるから飽きることないわ。なるほど。せやけど今年はまだクリスマスのショー見てへんねん。このままやったら見る前に終わってまうわ。そうか、それはまずいな。早いとこ行かないと。最近忙しいのかい？ずっと学校が試験期間で忙しかったし、今も毎日シフトで全然遊びに行かれへんねや。あのさ、仕事休んじゃえば。このミスはキャストも多いし、君が1日くらい休んでも問題ないでしょ。そらあかんわ。12月はね、クリスマスにかこつけてたくさんプレゼント持ってきてもらわなあかんねやから。それだ、そりゃそうか。それだってなんだ。ん、それだ。ん、は、あのさ、客と一緒に行けばいいんだよ、同伴ってことでさ。それなら仕事しながらショーが見られるぞ。なるほど。いつも仕事や勉強からの現実逃避で言ってたから、そないな発想なかったわ。質問やっぱりやめるか。もう終わろうか、帰りましょうか。とりあえずこれで。はーい、こっちお願い。秋山さん、今日はめっちゃ楽しかった。あ、俺もだよ。し、まあ少しずつ上がっていってますね。まあ会話は同じような感じになってきてるんで、まあでもちょっとこの後どういう展開があるかまたちょっと気になるんで追っていきたいと思います。はい、今回は一応これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。